最近行った福岡の運命グルメ4つ行ってみよう。まず一発目はメルカート・オット・グラッツェ。おしゃれな雰囲気でイタリアン料理が楽しめるここでは、この自家製ボロネーゼのミートドリアがめちゃくちゃうめえ。マジで福岡でいっちゃうまいドリアって言っても過言じゃねえ。店の庭でドッグランができるのもいいよな。二つ目はクレープ屋さんのル・ボヌール。50種類以上のクレープがあるここのクレープはとにかく巨大なんだ。クレープの生地もっちもちででけえだけじゃなくて味もちゃんとうめえ。アイスクレームドブリュレは間違いねえぞ。3つ目はコスパ最強定食の夢屋。50年以上続くここの定食屋さんは500円から600円ですっげえデカ盛りの定食が食べれるんだよ。中でも俺のおすすめは600円の野菜がゴロッと入ったカツカレー、こりゃうめえぞ。最後はミニフルーツタルト専門店のフルーツスタイル。扉を開けた先には可愛いミニフルーツタルトがたくさん待ってたぜ。新鮮なフルーツが乗っかったこのサイズのタルトなら何個でも食えちまう。みんなはどこに行ってみたい？